Vanya as depicted in the painting Vanyaの中の様子ロシアのヴィーナスがボリスクス島 DF バーニャとはロシアの蒸し風呂である。フィンランドのサウナと比べて室温は低いものになっている。また、バーニャには蒸気浴そのものを指すニュアンスもある。バーニャはロシアの伝統的な入浴施設である。公共浴場や指定の敷地内に建てられるものなど様々である。多くのバーニャには部屋が3つあり、スチームバスのある部屋、洗濯室、入り口の部屋である。入り口の部屋には衣服をかける釘や休息用のベンチがある。洗濯室では熱湯が出る蛇口があり、適切な温度で洗濯するための冷水の出る蛇口などが設けられている。伝統的なバーニャは浴室に石組みのかまどがあり、かまどの石に水やビール、クワスなどの酒をかけたり、焼けた石を取り出し水を張った桶に入れ蒸気を起こす。田舎のバーニャは中世の住居と同じ様式の丸太小屋が多く、煙突がないものは室内に煤がこもることから黒い風呂と呼ばれる。ロシア式の蒸気浴は、まず水を浴び、次に蒸気浴をしながら、はたきで体を叩き、最後にきれいな水で流すことで清潔にするというプロセスが基本となる。入浴後、冷水を浴びたり冷気に当たることで急激に体を冷ますことが習慣となっている。冬場には氷の張った川に飛び込むような人も見られるが、こうした習慣については健康に良いと主張する人々と逆に健康に悪いと主張する人々とがある。少なくとも慣れない人にとっては心臓麻痺などの障害を起こす危険性が指摘されている。傾向としてロシアの北部、北西部、シベリア地方では専用のバーニャで入浴し、南部では家のペチカを使って蒸気浴をすると言われていたが、厳密にはどちらの地方でも行われている。施設での蒸気浴とペチカでの蒸気浴のどちらがロシア式蒸気浴の起源となるのかという論争がある。ロシアの年代記によれば、10世紀頃にはロシア独自の蒸し風呂がノブゴロド近辺にあったという記録がある。また、エフレーム主教がコンスタンティノープルからギリシャの修道院の生活様式を持ち帰った際に、その一つとして1089年に、教会内に作られた蒸し風呂が、ロシア初の公共浴場と言われる。バーニャの語源は、類似点の多い南ヨーロッパ語系の外来語と考えられている。北部ロシアでは、風呂は、婦女を遠ざける場所という意味から、出産や婚礼など、人生の節目となる儀礼が行われる場所とされていた。ありがとうございます。